あの冬の旅のリサイタルのについてお話伺います、はい、でこの冬の旅やろうというふうに、はい、まあ、前に一度リサイタルなさってんですね。はい、そうですね、あの5年前に一度やりまして、はいはい、その時には、私 の、 あの初めての、はい、ソロリサイタルということでやりまして、でその時は、普通にあのピアノと、はい、それでまあその前に立って歌う普通の、 あのドイツリートのドイツ歌曲のコンサートという感じでやったわけなんですけれども、はいはい、で今回、はい、それを、まずパイプオルガンの伴奏にしてみようと、はいはい、ね、それで、さらにそのパイプオルガンということは舞台上にまあ言ってはなんですけど邪魔なピアノとかが何もなくて、とても、舞台の上がステージの上がとっても広いので、はい、ですからそこであのいろいろその主人公の、はい、思っていることだとか、はい、なんだとかというのを、そういう動きで表現する部分も付け加えて、はい、ですからいわゆるドイツリートのコンサートというのとはかなり雰囲気の違うものになるのではないかと思っております。違った形での表現を考えていらっしゃるわけですね。そうですか。そもそもまあなんでパイプオルガンの、伴奏でやってみようかと思ったっていうのが、これはきっかけがありまして、はい、2013年の暮れに、はい、この今回あのオルガンを弾いていただきます、はい、椎名雄一郎さんから、はいはいはい、がそのご自分 の、 あのオルガンコンサートに、はいはい、あの一緒に共演してくれと、そして、はい、その中でシューベルトの魔王を歌ってくれと、はい、ね、魔王で、そしてその魔王を、普通はもうピアノでやるのが当たり前と思っていますから、そうですね、それがとてもまずあのオルガンでっていうことがとても新鮮だったわけですね、はい、でそしてその後あのその魔王というのは、はい、あの4人登場人物が出ますですね。ですね、はい、初めに語り手が出て、はい、父親とその子供と、はい、そして魔王が出ると。で、ね、はい、でその4人の、 あの声色とか音色とか、それとその思っていることだとかみんな違うわけですね。その温度差があるわけですね。その温度差をそのオルガン の、 あの切り替え、あのストップの切り替えですごく音色が大きく変えられる。そういうことを表現できるわけですね。はい、でその移り変わりがあのピアノでももちろん表現力豊かな方ではそういうことをすごくあのなさるんですけれども、あのオルガンの方がそれがまあ直接もう本当に音がガラッと変わったのが誰にも分かりますからとってもあのその新鮮だったんですね、何よりも。そしてそのまああのコンサートがそのもう終わった時すぐあのこれは面白いねとね、この、 あのドイツリートっていうのはもうどうしてもそのまあピアノだけで、そして前にただ突っ立って歌うだけのものが多かったので、あのこれだけいろいろ変化つけられるのって面白いね、はいはい、そしてあのこれで他のリートとかも やってみようじゃないかって、はい、ちょっと提案してみたらあのそういうきっかけがあったんですか、はいはい、なるほど。それであの椎名さんがあのもうドイツリート大好きなんですよなんて言うからこれはもうなんかやるしかないだろうって思いまして、はい、であのじゃあ冬の旅やってみようかっていうことに思い至りまして、あそれであの、まあ、今回このようにあの、このコンサートをやることになりました。そしてそのチラシにまあこんななんかあのやっているこのまああのなんか内容がなんかあんまりあのリサイタルのチラシっぽくなくて、はいはい、なんかさまよってる人間のなんか寂しげな感じの写真ばっかりなんでこの辺もあの そういうことをまさに表現したかったわけですね、はい、その、寂しげで、そしてあのなんていうかこの主人公の後ろ向きで、はいはい、とってもあの破滅的で、はい、もう本当に救いがない曲なんですこれは。そうですね、本当に暗いですよね、はい、暗いです。でその暗さというものが、はい、あの特にこの日本において、はい、あのドイツ語の歌詞ですから、はい、あのその暗さが本当にあのお客さんに伝わりきっているかどうかっていうことに、はい、あのその限界に挑戦してみたくなったっていうのがありまして、あのどうしてもやっぱりあの言葉が違うものですから、はい、あのその理解があの例えば大役とかを見ても、あのやっぱり文字として頭に入ってくるっていう部分が何にしろ、はい、あのその意味が分かるっていうのはそういうことだけですから、ですからあの曲から直接その、 あの悲しさだとか、はい、あるいはその人のもうしょうもなさというか、そのね、あの破滅的なあのもうあのね、どうやってもこの人もう、このまんま沈んでいくしかないじゃないみたいなものっていうものが、
どうやったら伝わるかなといろいろ考えておりまして、はい、それでそれをそうすると武蔵野の小ホールですと、うんはい、オルガン使うと空間がずっと空くわけですよね、はい、そうですこの舞台 の大きさが、まあ、真ん中に言うなればピアノがデンとないわけですから、そこを自由に動き回れると、ね、自由に動き回れますから、でこの、冬の旅というのは24曲ありますので、はい、それぞれ場面が少しずつ違うわけですね、はい、でどんな場所にいるのかとか、あるいは そこで何を思って立ちすくんでいるのか、あるいは先へ進もうとしているのか、はい、あるいは疲れてへたり込んでしまっているのかとか、そういうことを体の動きで表現できたらなと思いました。そうですか、はい、でも非常に新しい試みですよね。そうですね、私の、まあ、知ってる限りではオルガンで伴奏したっていう話はあまり聞かなくって、まあ、オーケストラの編曲に してみた、あるいは室内楽の編曲にしてみた、ありますけどね、あと、まあ、ギターでやったとかそういうのもありますけれど、パイプオルガンでっていうのはいや、やってる人はどっかにいるんじゃないかと思うんですけれど少なくとも、まあ、私はあまり聞いたことがないので、はい、だからちょっとチャレンジングなことだと思ってます。そうですか、はい、で普段は指揮活動も随分やってらっしゃるんですよね。そうですね、まあ、そちらの方が忙しいのであまりそのドイツリートに時間をかけられないというちょっとまあ事情もあったんですけれども、まあ、今一番時間割いてる活動は、はい、まあ、合唱を指揮することでありまして、はい、それはまあ、ハインリッシュッツ合唱団っていう合唱団、はい、それとメンデルスゾンコーアっていう、はい、まあ、その両方とも名前の通り、はい、シュッツの曲を中心にやってる合唱団と、メンデルスゾンの曲を中心にやってる合唱団ですね。あ、そうですか、はい、の2つがそれは3月にそれぞれ、はい、コンサートがありまして、はい、3月の1日に、ルーテル市ヶ谷ホールで、はい、メンデルスゾーンを中心とした合唱曲、これもまたメンデルスゾーンっていうのもまたあんまり合唱曲が知られていないジャンルなんですね。名曲をあるんですよね、はい、多いんです、あるんです。それで大きなオラトリオの方が有名ですけれども、はいはい、それ以外にも小さな、はい、室内合唱的なものっていうものがたくさんありまして、そしてそれと同時期の作曲家、はい、ブラームスとか、ブルックナーとか、はい、あと、まあ、フォーレだとか、はい、そういった19世紀の音楽の名曲を集めたコンサートというのを、はい、3月1日に、はい、そのメンデルスゾン講和の、合唱によりルーテル市ヶ谷ホールでやるわけですね。あ、そうですか。それでもう一つの、ハインリッシュッツ合唱団ですけれども、はい、こちらはその同じく3月の、27日に、はい、東京カテドラル、はい、東京カテドラルで、シュッツのヨハネ受難曲ですね。あ、そうですか。これはちょうど、まあ、受難曲をやる時期に当たりますので、はいはいはい、で久々にシュッツの受難曲をじっくりやってみようと。ああ、そうですか。そういうことです。ああ、そうですか。はい、あと今後ね、いろいろご自分の活動の、はい、どういうことをやっていこうかいうふうなことでも、はい、プランがあれば伺わせていただけますか。はい、そうですね、たくさん、まあ、やりたいことはたくさんありすぎて、はい、一生かかっても追いつけるかどうかはわからないんですけれども、はい、こういったドイツリートの名曲のは歌える限り、まあ、指揮と並行してやってますので、はい、どうしても時間に制約はあるんですけれども、はい、やれる限り、まあ、いろいろやっていきたい。そして、はい、今回のように、はい、表現の仕方とかにいろいろ、はい、工夫をして、ね、それどれだけそれが主人公の思っていることがお客さんに伝わるかってことをやってみたいと。あ、そうですか。それと、まあ、歌の方以外にも歌あと、まあ、そういったね、ソロとして歌うものは、まあ、いくらでも、はい、やりますけれども、はい、指揮としてももちろんその、19世紀の先ほどのコンサート以外で取り上げる曲以外にも、はい、もう山ほど曲ありますので、はい、そういうものをどれだけやれるかということですね。本当にもう本当に一生あっても足りない感じです。あ、そうですか。はい、